海上自衛隊に配備されている潜水艦の中では、特に最新鋭型の OU 投入が注目されているよね。最新鋭の太平型も、日本の潜水艦技術を世界に知らしめるのに十分なスペックを誇っているぜ。日本の技術力で作り上げた潜水艦は、どこに出しても恥ずかしくないし、海の忍者って呼ぶのにふさわしいよね。そうだね。今回はそんな日本が世界に誇る潜水艦に、アメリカ海軍司令が同乗するっていう異例の視察が行われたことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ちなみに OU と投入が注目を浴びているのが、リチウムイオン電池搭載であることなんだ。スターリングエンジンを使用せず、リチウムイオン電池のみを搭載する革新的な設計となっている洋艦なんだけど、かといって今までの潜水艦が決してロースペックというわけでもないんだよね。実際、その前まで採用されていた、スターリングエンジンも世界最強であり、特に静粛性では世界最強のスペックを誇るレベルにまで仕上げてきているんだよ。日本の潜水艦の静粛性は話題になっているよね。とある隣国と比較すると雲泥の差だよ。ここまで開発を進めることができたのも、日本の根気強い執念と技術力の向上があってのことだと思うぜ。そうだね。潜水艦は、長時間の潜航を余儀なくされる任務も当たり前にこなす必要があり、そのためには電力を必要とする兵器ではあるものの、無限に電力を生み出すことについて、通常動力型潜水艦では限界があるんだ。それを補っているのがスターリングエンジンであり、そのスターリングエンジン搭載艦に、アメリカ海軍の第7艦隊潜水艦部隊司令が、異例とも言える視察を行い、航行中の潜水艦の乗船するまでの視察に至ったんだって。この視察が一体何の意味を持ち、日本とアメリカが何を訴えたかったのか、その点について詳しく解説していくね。海上自衛隊が世界に誇る OU 投入の洋艦は、最新鋭の技術がふんだんに盛り込まれ、今までできなかったことを可能にしていることから、マニアの間でも夢の潜水艦と呼ばれているんだ。そんな OU や投入もすごいんだけど、忘れてはならないのが静流だね。自衛隊の操縦型潜水艦には、スウェーデンの国家ムス社が開発したスターリングエンジンが搭載されているんだけど、そもそも、スターリングエンジンは機関内部で発生したガスを加熱冷却し、そのガスの圧力変動から動力を取り出す仕組みを持つ機関で、発電機を潜航中に動かして電気を得るんだ。スターリングエンジンは、ディーゼルエンジンのように機関内での爆発を伴わないため、非常に静粛性に優れているメリットがあるってわけ。潜水艦たるもの、雑音を発生させるとその時点で存在がバレるため、隠密行動を伴う任務が遂行できないと、兵器として意味はないよな。各国は、潜水艦の性能を向上させるために、様々な機関を追求してきたんだぜ。原子力潜水艦が生まれたのも、電力を使って起動させるために、長時間低騒音での運用を可能にするために実現された背景があるからね。日本の場合、原子力潜水艦が高額であり、運用コストがかなりかかることから、スターリングエンジンなど通常動力型の潜水艦を極めることに努めた結果、OU 投入、そして今回紹介する静流などの開発に成功したんだ。ちなみにこの静流は、完熟訓練を行っている最中だね。完熟訓練というのは、ある物事に慣れて上達するための訓練を意味しており、潜水艦の操縦になれるための訓練に励んでいると考えていいよ。そんな訓練中の潜水艦に、なぜアメリカ海軍の司令官がやってきたのか、それは大きな謎でもあるんだ。さてここで、軍事機密について話をしておくよ。軍事機密は、別名ブラックボックスとも呼ばれ、例えば自国製の兵器を製造した際、同盟国等との共同訓練であったり、他国に兵器を売却した時であっても、その部分は軍事機密として、自国以外の人間には明らかにしないものとなっているんだ。今回、静流の性能について明らかになるような場面に、同盟国であるアメリカ海軍の重要人物が乗船したということは、この軍事機密をどう考えたのかが、気になるよね。そもそも、存在や行動自体が極秘であるはずの潜水艦に、同盟国とはいえ、他の国の軍人が同行するという今までの常識ではありえなかった出来事だし、これを日米同盟の強化と考えるのがいいのか、それともアメリカからのプレッシャーと考えればいいのか、正直言ってわからない部分もあるんだ。確かに、海上自衛隊の潜水艦は、他の国のものと分けた違いに深い場所まで潜れると評価が高いんだけど、静流潜水艦が果たしてどれくらい潜水できるのかは、明らかにされていないんだよね。でも、訓練時に最深度まで潜航する訓練を行ったとすれば、アメリカ海軍の関係者にそのポテンシャルを明らかにしたことになるわけ。
実際に訓練が行われたのは2018年10月19日のことで、海上自衛隊横須賀基地において、アメリカ第7潜水艦部隊司令のキッズ少将は、海上自衛隊第2潜水艦隊司令である高島達彦海将、清流艦長の平間にタスクと挨拶を交わしていたよ。この時、キッズ少将は舷門代わりのタラップを歩き、清流の陸民の敬礼を受けながら潜水艦に乗り移り、清流側では幹部が勢揃いしてキッズ少将を出迎えたんだって。その後、平間艦長が清流艦内へ案内し、装備や設備について説明などを行ったと見られているよ。見学を終えた後のキッズ少将の発言として、我々は日本の海上自衛隊潜水艦隊と密に連携をとっていますと前置きした上で、最新鋭潜水艦に同乗して、その訓練を視察することは、とても重要な意味があるとのコメントを残しているんだ。ちなみにキッズ少将、清流の見学に先立って行われた潜水艦横流の進水式にも同席し、海上自衛隊とアメリカ海軍、両国の潜水艦部隊との友好関係は日増しに強まってきていると感じておりますとコメントを残しているぜ。一方、清流の平間艦長はキッズ少将を清流に迎えることができて、非常に光栄に思いますとコメントした上で、清流潜水艦への同乗視察期間中、私たちの能力を見ていただき、日米間の相互理解、運用能力向上に役立てることをとても楽しみにしていますと取材に対して答えたみたいだな。公式に語られたのはこの部分のみで、実際にキッズ少将を乗せてどこまでの訓練を、どの程度の期間行ったのかは明らかにされていないんだ。だけど平間艦長のコメントから判断すると、視察の期間がかなり長期間に及ぶものであり、日米間の相互理解、すなわち合同訓練の意味合いを持っていたことが伝わってくるよね。そして、キッズ少将が同乗した清流は、今現在も完熟訓練継続中であり、どこを航行中かは限られた人間しか知らないはずだよ。上述した通り、同盟国であるとはいえ、他国の軍人を潜水艦に乗せるということはごくごく稀なことなんだ。しかも最新鋭潜水艦に乗せた事実を見ると、アメリカとの関係を重視しようとする姿勢はもちろんだけど、何か別の意味が隠されていると考えてもいいかもしれないね。今回の訓練は、日本における潜水艦の役割から考えてみると、その意味が伝わってくるんだ。潜水艦は、シーレーンの防衛のために必要なことであることはもちろん、日本の領海において危機が起きている時には早急に駆けつけ、防衛行動を取るための兵器でもあるよね。つまり、日本に対して軍事的圧力がかかっているならば、それに対して一義的に対応するために欠かせない兵器とも言えるってわけ。日本の領海を取り巻く環境は、決して平和とは言い難い状況だからね。そうそう、特に、尖閣諸島周辺では中国海警局の艦艇が毎日領海を侵犯しているほか、中国の原子力潜水艦は白昼堂々日本の領海を侵犯しながら太平洋方面に向かって暗躍しているなど、海底の中でも緊張感が絶えない状況だもん。領空侵犯もだが、領海侵犯を考えたとき、日本にとっての最大の脅威はここ最近の中国の動きだよな。実際、日本の領海ギリギリで資源調査を行ったり、漁船に接近して圧迫したり、わざとのように日本の神経を苛立たせるような行動が目立っていた中国に対し、何らかの対抗策を講じるべきだという声は日増しに高くなっていくばかりだ。そんな日本の気持ちを知ってか知らずか、中国は領土への野心があることを隠そうとはしていないからね。自分から軍事大国を標榜する中国だから、当然軍拡にも力を入れていて、もちろん原子力潜水艦も保持しているよ。その能力がどれほどのものなのかはまだわからないけど、アメリカの原子力潜水艦に比べればそこまでの能力はないものと判断していいのかも。ただし、中国にはの作戦があることも忘れちゃいけないね。資源と人間の数に物を言わせて、物量攻撃に出てこられると、当然だけど日本は自利品の状態になっちゃうんだ。とは言ったものの、潜水艦の建造技術から既存潜水艦のポテンシャル、これらに力から考慮すると、海中と海底においては、日本が相当有利な位置にいると言っても過言ではないんだ。応有、清流があるんだから、多少は安心していいと思うよ。その潜水艦に同盟国であるアメリカ海軍の司令官を乗船させたということは、中国へのプレッシャーを与えるためとも考えられるかもね。日本にとって、中国への対抗することは必須の時代になってきたが、資源などに限りがある日本にとって、量より質で対抗することは、やむを得ないことかもしれないな。そんな日本の事情を踏まえて誕生した横流清流は、そのポテンシャルを持って日本国土の防衛に大いに貢献してくれることは、間違いないと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、
チャンネル登録してね。最後のエコー強すぎだわ。